手合わせなら。ここ数日トラブルには合わなかった？オイラたちスケジュール通りに労働と生活をしてるから特にこれといってなかったぞ。うん、ならよかった。つまり医務室への潜入も疑われなかったってことだ。君たちからのメッセージは読んだよ。フレミネも2日前に無事パイプを通って外に出た。それから昨夜リネットには計画通り仮病を使って医務室に忍び込んでもらってる。あいつも医務室に？前回君たちに下見をしてもらったのはすでに追加分の仕事だったからね。率直に言ってフレミネの力を借りるんと引き換えだったとしても十分すぎるほどよくやってくれたよ。人目がある拠点への潜入は一度きりの調査とは違う。同じ人を可能な限り使わないようにし一人一人の疑いをできるだけ最小限にすることが大切だ。リネットも僕たちのために君が最初の一歩を踏み出してくれたことを認めてる。後のことはリネットが処理するから安心して。リネット、うまくいくといいな。さてフレミネが戻ってくる前に一緒にリネットの様子を見に行こう。うまくいってればもう調査はほぼ終わってるはずだ。この時間に行って大丈夫なのか？僕が観察したところ看護師長のシグウィンは昼食前の約30分医務室から離れる。リネットもそのタイミングを把握してるから今行けばリスクはあまりないはずだよ。それに僕はリネットのお兄ちゃんだ。お兄ちゃんが妹の体調を気遣うのは何も不自然じゃないでしょ？よし、そうと決まれば早速行こうぜ。失礼します。リネットはいますか？ん？あれ、リネット？看護師長はいないみたいだな。でもリネットもいないぞ。そんなはずない。リネットは軽率な行動をめったに取らないんだ。それにもし予定を急遽変更することになっても必ず何らかの方法で僕に伝えることになってる。もしかしたらけど一時的に離れただけかもしれないだろ。とりあえずここで手がかりを探しながら少し待ってみようぜ。ああ。いくつかあるな。それにカルテっぽい書類も何枚か。ディープケア、患者を喜ばせる方法、感情の裏にある原因をシンプルに理解する、笑いの意味。なんか面白そうな本だな。看護師長ってこういうのを読むのか。他人の意図や気持ちを理解するのに役立つ本もあるけど、これってあいつがメリュジーヌだからか、それとも患者の心を理解する必要があるってことかな。看護の仕事をする上でそういったのも必要なことだから不思議じゃないと思うよ。人が寝ていた形跡のあるベッドは一つだけ、それ以外は整えられてる。それってリネット
が横になったベッドだろ。仮病を使ってここに来たわけだし。あ、偏頭痛がひどいっていうのを口実にね。通常であれば看護師長はリネットを横にさせて薬を取りに行くはず。リネットが横になってからこのベッドを離れるまで看護師長は戻ってきていないってことだね。あるいは看護師長はベッドを整える気がなかったのか。フラージュが下手ってわけじゃないけど少し不自然な感じがするね。仕切り板の裏側は空洞になってる。このサイズからして分解しないと入れないものじゃない。おそらくどこかに仕掛けがあるはずだ。まさかリネットはここに入ったとか。いや、ありえない。リネットはこういう状況で勝手な行動を取らないし、きっと先に僕に連絡するはず。他に手がかりがないか見てみよう。落ち着いて、まずは周囲を見て回るんだ。おい、見ろ！なんか紙切れが落ちてるぞ。紙切れ？文字が書いてあるな。あれ？これってあんたらの習慣にのっとり、ここはカードや紙切れで情報のやり取りをしよう。これは一種の挨拶のようなものだ。これは、あれ？でもこれしか書いてないぞ。裏？あ、これ見せて。急に顔色が悪くなったけど、どうしたんだ？おいらにも見せてくれ。さあ、ファデュイのメンバーであるリネットちゃんが今どこにいるのか当ててみるといい。まさかリネットはもう利用せすりのやつ。まさかわざと医務室に誘い込んで僕たちをはめたんじゃ。でもそうなると、あいつは最初からオイラたちの目的を知ってたってことになるよな。でもオイラたちが前回ここに来た時は何も危ないことなんてなかったぞ。その後も特に何もなかったし。そう、そこが問題だ。リオセスリは、あいつは明確な目標がないと動かない。つまりあいつは最初から君のことを警戒していなかったことになる。旅人、君と僕たちの立場は違う。君はヌビレットさんの使者であって、彼とは対立関係にない。それに引き換え僕たちは。それは僕も聞きたいね。どうしてリネットだけ。落ち着け、考えるんだ。冷静にならないと。これは前とは状況が違う。そうか、君の言う通りだ。またまさか、フレミネが無事にメロピデ要塞を出られたのもリオセスリがわざと見逃したから。何のメリットがあるんだよ。あいつ挑戦状を叩きつけてるんだ。僕への挑発ってやつだよ。間違いない。クソ、フレミネを外に出すべきじゃなかった。パイプから送り出す時、ちょっとした細工で干渉を回避できたのは運が良かったわけじゃなかったんだ。
もしリオセスリが意図的にフレミネを逃がしたんなら、フレミネは今危険な目に遭ってるかもしれない。リネが少しパニックになってる。何か言わないと。自分を責めるなよリネ。オイラたちがタルタリアのことを言わなかったら、フレミネがここから離れることはなかったわけだし。責めるならオイラたちを責めてくれ。いや、今回の行動の責任者は僕だ。正体のリーダーである僕が二人を守れなかったのが悪い。リオセスリに会いに行く。やけになるなって。おい、お前もなんか言ってくれよ。リネットがまた誰かにさらわれるなんて僕には耐えられない。行かないと。リネットとフレミネを取り戻す方法を僕が見つけるんだ。私はこの点について変える余地があると思います。ダメっていうわけじゃないが、何度もテストする必要がある。そう、分かった。それじゃあ時間には注意してね。誰かいる。物を隠して。外で誰かが盗み聞きしてるみたいね。部屋から声が聞こえなくなったらすぐ中に入ってくるはずよ。誰か助けてくれ。こいつが倒れちゃったぞ。おい、大丈夫か。あの二人ね。やっぱり彼らの嗅覚は鋭い。ここまでたどり着けるなんて本当によかった。うちお利口な人は好きよ。あと複雑なことなんて全くわからないキャラを演じるのも好き。人に信頼されるって感じがたまらないから。まあどうしたのよ。ほら慌てず、何があったのかゆっくり話して。人の表情を読めると何かと役に立つの。まずい、追いかけないと。見失っちゃったぞ。あいつ足が速いな。公爵の執務室に先回りしてリネを止めよう。リオセスリ、出てこい。やれやれ、ここは一応公務を執り行う場なんだ。もう少し風切ってもんを気にしてもらえないかな。リネットはどうした。ああ、彼女なら医務室で会ったぞ。偏頭痛がするって言うからお茶を振る舞ってやった。ちょうど頭痛に効くお茶を持っていてな。ふざけるな。リネットとフレミネをどこにやった。聞いた話によると、あんたらのショーはそりゃもう素晴らしいんだろ。リネットちゃんなんか水槽から一瞬で別のところに移動するって。今振り返ったら彼女がそこに立ってるかもな。振り返らせようとしてる。いや、僕を襲うつもりはないはず。人質は彼の手の中にあるし、こうして雑談を続けるってことはリネットもおそらく死んでいない。君は僕たちが医務室を調査してるって知ってたんだろ。旅人があそこに疑いの目を向けるよう仕組んで僕たちに調査させるよう誘導した。
それでリネットをさらうための隙を作ったんだ。フレミネの脱獄、いや孔子様さえも君は止めなかった。君はわざとあの方を逃がすことでファデュイのスパイを取り除こうとしたんだろう。そんなことをする必要はない。メロピデ要塞はいい場所だ。ほとんどの人はここでの暮らしを楽しんでる。何かを企んでる奴以外はな。その点あんたらは分かりやすかった。君はスパイを排除した上で孔子様が失踪したという情報を流したんだ。だからお父様は僕たちをここに送ることになった。フレミニも君に捕まってるんじゃないかい。そこまでの手腕を持ちながらどうして人質なんかを取るんだ。一つ訂正させてもらおう。リネットちゃんは俺が預かってるが、フレミネ君はいない。いない？じゃあ目的は一体。リネ！おっと、ちょうどいいところに。人も揃ったし、これで何度も説明しなくて済む。協力に感謝しよう。熱心なことだ、旅人。残念だが俺のところにいるのはお茶を飲んでるリネットちゃんだけでな。あんたらの約束ではフレミネ君は今日帰ってくるはずだったんだろう。けど今になっても姿を見せない。かといって俺のところにもいない。さてどこにいると思う？君、まさかフレミネが海から戻れないよう何かしたんじゃ。中と外をつなげるメロピデ要塞の扉を閉めただけさ。でもフレミネはダイビングが得意なんだし、きっと大丈夫だろ。いや、僕たちはまだここにいる。フレミネはきっと何とかして戻ってこようとするはずだ。地上に戻ったなんて考えにくい。俺がなぜこんなことをしたと思う？それはあんたと話をするためだ。俺の知る限りリネ君は高名な魔術師だからな。有名人と交渉するにはそれなりの手札を用意しないといけない。それにあんたがリネットちゃんに言ってたことを覚えてる。仕事においてもプライベートにおいてもメロピデ要塞の主に会ってみたい。そうだろ？僕たちが監獄に入る前から目をつけてたってわけか。部下がたまたま耳にしただけさ。さてそろそろはっきり言わせてもらうとしよう。あんたらとのお遊びは結構楽しめた。だから目をつむってやろうとも考えたんだが、禁域に侵入しようとしてるのなら話は別だ。リネ君、あんたは今不利な状況にある。リネットちゃんは俺のところにいるし、フレミネ君もまだ海の中。こちらが扉を開けなければ彼はいずれ大変なことになる。そこでだ、二人の安全と引き換えにリネ君に一つだけ頼みたい。あんたの上司に連絡してくれ。できれば彼女をお茶に誘えると一番いい。お父様に？どうしてお父様がそれに応じなきゃならないんだい？可愛い我が子たちがこっちの手にあるからさ。三者面談に参加してもらうには十分な理由だと思うが、あんたらハウスオブハースの人間は家族みたいに仲がいいって聞いてるよ。多分応じてくれるだろう。お父様はなんで僕たちにメロピデ要塞のことを処理させてると思う？ここはほぼ無法地帯だ。尊い執行官であるお父様が自ら来るなんてことは絶対にない。なるほど、ここがお気に召さないというわけか。いい茶葉をたくさん集めてるんだがな。ヌビレットさんやフリーナ様にも結構プレゼントしてる。君たちだけでお父様を傷つけられるとでも？僕にどんな圧力をかけようと、僕たちを利用してお父様を脅迫するなんてこと絶対に許さない。
あんたら本当に頭が固いんだな。ただお父様と会って話がしたいだけなのに。彼女だってメロピデ要塞の秘密を知りたがってるんだろう。リネ君、もう一度チャンスをやろう。召使いをここに招待するか、あるいはリネ、そうまでして、だってはっ、当たり前のことだと思うが、はじめにメロピデ要塞に近づいてきたのはファデュイの方じゃないか。スパイを排除したのは警告のためだったが、それでもあんたらは引かなかった。だからこうしてあんたらのボスと直接交渉したいと思ってるんだ。リネットちゃんは自ら進んで俺の視界に入ってきたし、フレミネ君の脱獄も自発的なものだった。誰がどう見ても俺の責任じゃない。だろ？僕は、僕たちのせいでお父様を。6、5。待て、僕は。2、1。タイムオーバー。残念だ、リネ君。待てて！交渉決裂だ。お引き取り願おうか、紳士淑女の皆さん。俺はアフタヌーンティーを楽しまなければ。そうだ、オイラたちと話すのはどうだ。リネと話す気がないならオイラたちと話そうぜ。あんたら何のトラブルもなく過ごせてきたのはヌビレットさんのおかげだって分かってるだろ。あの人の依頼でここまで降りてきたんだ。俺もできるだけ邪魔しないようにしてきた。だがそれは別にあんたらが好き勝手するための免罪符じゃない。狭いところには狭いところなりのポリシーがある。ふん、確かに実力を持つ者にはもっと敬意を払うべきだな。こうしよう。俺のテリトリーで随分と走り回ってきたんだろう。その調査の成果を見せてくれ。3つだ。3つの質問に正解したらあんたの要求を飲もう。では第1問、生産エリアの隠しルールについてだ。3日連続で労働をしてはいけない、その裏にある真相は。昼飯前の30分、医務室にはいつも誰もいない。この時間帯、看護師長のシグウィンはどこに何をしに行ってるんだろう。フォンタ社の販売促進委員は何度も壁にぶつかった。その理由は特別許可権の価値を軽んじていたからだ。公職は特別許可権の価値がわからない愚か者しか彼らの飲み物を買う人はいないと思ってる。シグウィンはいつも生産エリアの近くで労働者を観察してる。彼女の目には人間の体の状態を見る能力があるようだ。シグウィンはいつも生産エリアの近くでフォンタ社の内部情報によると、名前もパッケージも決まってない新商品の初回試飲が行われてる。テストする理由は開発部門の人ですらこの新商品に対して疑問の声を上げたからだ。研究ノートにはこう書いてあった。メリュジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼は人間と大きく異なっている。とコリンズの話によれば、鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催してる。
おそらくフォンタ社側にも何か目的があるはず。フォンタ社の販売促進員は何度も壁にぶつかった。昼飯前の30分、医務室にはいつも誰もいない。この時間帯かん、フォンタ社の販売促進員は何度も壁にぶつかった。その理由は特別許可権の価値を軽んじていたからだ。シグインはいつも生産エリアの近くで労働者を観察して、フォンタ社の内部情報によると名前もパッケージも決まって、フォンタ社の販売促進員は何度も壁にぶつかった。コリンズの話によれば、鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で勝った。研究ノートにはこう書いてあった。なるほど、わかったぞ。そういうことだったのか。生産エリアの隠しルールは3日連続で労働をしちゃいけないってものだ。もし破れば3日目のお昼のサービス食に不気味な肉が出てくる。最初はこの肉が失踪した人と関係してるんじゃないかって思ったけど、実際は看護師長のシグインが用意したものなんじゃないか。シグインはよく生産エリアに行って労働者の体調を観察してる。3日連続で働いて疲れが溜まってるやつがいたら、シグインがそれに気づくんだ。であいつは親切心と看護師長としての責任感から、お昼ご飯の前に特別許可食堂に行って料理をする。そして疲れた人のために追加の一品を作ってるんだ。このサプライズは良かれと思ってやってることで、シグインはみんなにバレたくないと考えてるけど、メリュジーヌっていう種族は世界の感じ方も美的センスも人間と大きく違う。そのせいで特別であるはずのサービス職も受け取った人からするとただただ不気味なものに見えてしまった。だからそこに込められた心を全く感じられなかったってわけだ。オイラのこの回答どうだ？おお、なるほど、悪くない。シグウィン看護師長のことに気づいた上にその意図も見抜いた。看護師長の人間に対する愛が無駄にならなかったというわけだ。さて2問目は鉄拳闘技場の隠しルールについてだ。両方の選手の投票権を同時に買ってはいけない。その裏にある真相は？他社の内部情報によると、名前もパッケージも決まってない新商品の初回試飲が行われてる。昼飯前の30分、医務室にはいつも誰もいない。シグインはいつも生産エリアの近くで労働。フォンタ社の販売促進員は何度も壁にぶつかった。コリンズの話によれば、鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催してる。おそらくフォンタ社側にも何か目的が。フォンタ社の内部情報によると、名前もパッケージも決まっ。フォンタ社の販売促進員は何度も壁にぶつかった。その理由は特別許。よし、わかったぞ。これも別に怖いものじゃないな。鉄拳闘技場の隠しルールは両方の選手の投票権を同時に買っちゃいけないってものだ。もし買うと次の日に不気味な血の色の液体が入った荷物が届くことになる。瓶に入った液体を初めて見た時、
思わずそれを失踪した戦士と結びつけて怖くなったけど、実際は名前もパッケージも決まってないフォンタ社の新商品サンプルだったんじゃないか。血みたいな飲み物、道理で開発者たちの間で疑問の声が上がったわけだぜ。だからフォンタ社の奴らはまず試飲をしてもらって人々の反応を見ることにした。そいつらはメロピデ要塞に来ると闘技大会と協賛したんだ。で、その機会を利用して反則を考えたけど、ある壁にぶつかってしまう。それが公爵だ。メロピデ要塞において特別許可権は貴重なものだから、公爵はその価値を知らない愚か者しかフォンタ社の飲み物を買わないと考えた。そして闘技大会で両方の選手の投票権を買う人は明らかにその条件に合う愚か者ってわけだ。その件をそこまで調べ上げるとはな。あんたらの実力を認めざるを得ないようだ。だがあんたらの話を聞く限り、そのフォンタ社の販売促進員はいささかおしゃべりらしい。彼らとの協力を見直した方がいいな。それじゃあ最後、三つ目の質問だ。医務室にいる患者たちと俺の看護師長、彼らは一体どんな秘密を隠している？僕たちはそれの調査中だったんだ。真相を知るはずない。それが分かってておちょくってるんだろう。最初から助ける気なんてなかったんじゃないか。報いを受けろ。リネ、大丈夫か？危ない危ない。看護師長の銃のおかげで助かった。なんてことないよ、公爵。看護師長？この銃はおもちゃに見えるけど、ちゃんと使えるのよ。シグウィン、君。勘違いしてるみたいね。うちはメロピデ要塞の一員だから、メロピデ要塞を守るのがうちの責務なの。最初ヌビレットさんがうちをメロピデ要塞に派遣した時、あの方はこう言ってた。うちの仕事はここの人たちの面倒を見ることだって。うちはただ使命を遂行しただけなのよ。その理屈ならリネたちだって囚人でここの一員だろ。なんであいつらの面倒は見ないんだよ。でもうちはちゃんとヌビレットさんの言いつけ通り彼らを守ってたのよ。じゃなきゃもっと違う結果になってたもの。それは公爵も認めてくれるはずね、公爵。看護師長、あと数分は待ってくれてもよかったんじゃないか。どうせもうそろそろ時間でしょ。公爵ってばたまに困ったことをするんだから。うちはただちゃんと公爵とお話がしたかっただけなのに。何言ってんだ、何の時間だよ。二人を解放してくれ。その代わり僕を。感動的だな。もう一分くらい見とくか。もうやめてあげなさいよ。まあそうせかすな。もうじきお客さんが二人到着する。まずはお茶を飲ませてくれ。看護師長、リネットちゃんのことは任せた。何をする気だ。足音が近づいてきた。ちょっとどいてくれ。おいおい、クロリンデさん、扉が壊れるだろう。フルミネ、フルミネ、どういうことだ。なんでクロリンデがここに。仕事だ。リネさん、さっきは打ってしまってごめんなさい。麻酔の効果はもうすぐ切れるはずだけど、あんまり無理しないでね。フレミネの身に何があったんだ。
海にいたはずなのに、なんでこんな状態に。顔が赤く脈が速くなってる。原始大海の水を摂取した時の症状ね。なんだって。ちょっと下がってて、フレミナさんをもっとよく見るから。他のことは頼むね、公爵。詳しいことはクロリンデさんとの話を終えて、あんたらがフレミネ君をいるべき場所に送ってからにしよう。容体は？フレミネさんの症状は短時間のうちに大海の水を過度に摂取したせいで引き起こされたものね。でも命に別状はないのよ。もちろんしばらく経過観察を続けた方がいい。とにかくこのまま少し休ませて、落ち着いてきたら医務室に移しましょう。ごめん、医務室にはもう行きたくないよね。けど医療設備のある部屋はあそこだけなの。だから仕方なくって。メロピデ要塞から脱出した後、どうして大海の水を摂取することに？どういった経緯が？フレミネさんをちょっと見ててもらえる？薬品と呼吸器を取ってくるから。それとリネットさんを連れてくるね。リネットはどこに？無事なんだね。彼女は麻酔を打たれて空き部屋で寝てるだけよ。そろそろ起きる頃だと思う。信じてもらえないかもしれないけど、うちと公爵は本当にお茶とお菓子を用意してたの。何その顔は。十分早く戻ってきたと思うけど。いやいや、時間通りだなと感心してただけさ。もう少し遅かったら看護師長はリネ君にもう一発打たなければならなかったからな。んで、外の状況は？水質が変わった。予想とほぼ同じで、原始大海の水の濃度が明らかに上昇してる。私みたいに短時間なら平気だけど、長く水中にいるとあんな風になってしまう。彼を見つけた場所は？パイプの突き当たりにある排気エリア。水の中に入ってから少し離れたところだった。思っていたより近いな。フレミネ君は早い段階で異常に気づいて引き返したんだろう。扉を閉じたのは正解だった。もう一人ここから出ていたら助けられなかったかもしれない。こっちは善意でやったって言ったのに、誰も信じてくれなかったんだぜ。ヌビレット様なら信じてくれたかもしれない。あの人はどう見てもマイナスな状況から好意的な動機を導き出せるから。ふう、もういい。紅茶でもどうだ？私は不要だ。自分が飲みたいならそう言えばいい。はいはい、俺はお茶を飲むが、あんたもついでに一杯どうだ？付き合ってもいい。ところでタオルはある？髪を拭きたいんだ。リネ、大丈夫か？大丈夫だと思う。みんなここにいるから僕は大丈夫。手足に力が入らない。多分麻酔の影響が残ってるんだろうね。心配しないで。みんな、ただいま。お兄ちゃん、旅人、パイモン。フレミネ、フレミネを。
無事よ。ちょっとお菓子の手伝って。呼吸が落ち着いてきた。手を貸して、ウルミネさんを医務室まで運んでくれる？僕がやるよ。リネット、一緒に行こう。旅人、君も心配そうだけど一緒に来る？公爵とクロリンデがいなくなってるの。多分お茶でもしてるのね。後で公爵が本当のことを必ず説明してくれるはずよ。クロリンデさんも海から戻ったばかりだから、ちょっと休ませてあげましょう。目が覚めた、フレミネ。具合はどう？リネ、リネット。うん、みんなここにいるよ。ここはどこ？メロピデ要塞の医務室なのよ。フレミネさん、もう危険な状態はほぼ脱したから安心して。気分はどうだ？辛かったら無理するなよ。旅人にパイモン、久しぶり。そうだ、海水に問題が。慌てないで、その話は体調が良くなってからにしよう。ううん、聞いて。とても危険な状況なんだ。海水に大海の水が混ざってる。原因はまだわからないけど、あの水には絶対に触れないで。パイプ？そうだ、パイプ、思い出した。よし、入れた。うん、雰囲気からして随分長いこと使われてないみたい。ここはもう廃棄されてるのかな。孔子様はどこに？
装置、誰かが動かした形跡がある。もしかしてあの方が。回すには邪魔してるものをどうにかしないといけないみたい。歩けるのはここまで。よし、皇子様はおそらく水の中に潜ったはず。僕も行ってみよう。少なくなってる。それに不自然な痕跡も多分人によるもののはず。こっちだ。ここにも痕跡が。引き続き進もう。あれ、痕跡が消えた。でもこの辺りに出入りできるところはなさそうだけど。待って、何これ。苦しい。心臓がドクドクいってる。呼吸もだんだん苦しくなってきた。これはどういうこと。ダメだ、戻らなきゃ。みんなこの状況を知らない。今すぐ引き返せばまだ間に合う。失うわけには。僕、踏ん張らないと。
詰まり、手がかりは途切れて、孔子様の行方もそこでつかめなくなった。でもそのあたりに出入りできるところはなかったと。そう、僕必死に泳いで引き返したんだけど、あと少しで元の場所に戻れるってところで、どうしても力が出なくなって、その後多分気絶したんだと思う。起きたらここにいた。クロリンデがお前を助けたんだぜ。でもオイラたちもどういう経緯であいつがメロピデ要塞に来て水中からお前を助けたのかは知らなくって。クロリンデさんが、お礼を言わなきゃ。もう少し休んでから行った方がいい。フレミネの体はまだ万全じゃないんだから。クロリンデさんはお客さんとしてあと数日ここにいるはずよ。リネットさんの言う通り、急ぐ必要はないから大丈夫。お客さんって、リオセスリのお客さんってこと？この件についてはうちじゃなくて公爵に直接聞いた方がいいかな。あの人ならきっとうちよりうまく説明できるから。そうだな、そろそろあいつにははっきり説明してもらわないと。リネも一緒に来るだろ？いや、君たちだけで行ってきてくれるかな。僕はまだしばらくここを離れたくない。お兄ちゃん、今は安全だって頭では分かってるけど、離れられないよ。リネットもフレミネも危険な目に遭ったばかりなんだから。うん、分かった。じゃあしばらくこのまま一緒に。なら医務室は君たちに任せていいかしら。うちは旅人とちょっと出かけてくるね。しばらくは誰も君たちの邪魔をする人は来ないはずよ。ありがとう。